ディランさ、何にもノックしないでパトリス夫人の部屋に入ってったけど、あいつらできてんのか。まさかね。部屋に戻ろう。いや、ディランはちょっと嫌だな、もう。あんま話したくない。帰ろう。電話をかけよう。はい。電話。レイチェルに電話をするか。はい、レッドクラウン紹介です。ハイドだ。今朝頼まれたジャック・グリーンについての報告よ。何が分かったか。ええ、1967年の死亡者リストにジャック・グリーンの名前があったわ。ジャック・グリーン30歳、職業は記者。死亡原因は交通事故による内臓破裂と出血多量よ。交通事故か。ジャック・グリーンはどこの社の記者だったんだ。ロサンゼルスビート社、レックス・フォスターが勤めていた雑誌社よ。あら、二人に接点はあるのか。ええ、二人は同じ編集部で3年間一緒に仕事をしてるわ。レックス・フォスターがロサンゼルスビート社を辞めたのはジャック・グリーンの事故死の3週間後だったわ。それからちょっと気になることがあるの。なんだ。ジャック・グリーンの遺構となった記事が宝石強窃盗団コンドルについての記事だったということ。記事のタイトルはコンドルの真実。連載予定の記事だったけれど、彼の死によって第1回で終了しているわ。レイチェル、その記事について詳しく知りたい。わかったわ。その記事を取り寄せてみる。頼んだ。それから気になることがもう一つあるの。ジャック・グリーンの交通事故の発生場所についての情報だけど、彼が事故に遭ったのはルート971。地図を見ていて気がついたの。その道路はロサンゼルスビート社とあなたのアパート、つまり昔のホテルだった建物をつなぐ道だってこと。なるほど、偶然にしては出来すぎだな。あとエドから伝言よ。エドから。ホテルケープウエストで定期的に開催されていたパーティーの参加者にレッドスターにつながる手がかりがあるはずだ。出そうよ。わかった。帰る。また連絡するわ。ジャック・グリーンは13年前に死んでいた。コンドルについての記事を書いているときに。それからエドの伝言。ホテルのパーティーの参加者にレッドスターの手がかりがあるのか。そういえばシドニーが話していた。あの人はホテルでパーティーがある夜にはよく店にやってきて。そうそう、特にレッドスターと呼ばれていたパーティーの夜には必ず店に現れた。ホテルケープウエストで
毎月6の数字がつく日に開催されていたパーティーが、そう呼ばれていたんだ。レッドスターと呼ばれたパーティーの参加者か。そうだ。もしかすると4階で見つけたあのアルバムに持ち物を見よう。アルバム、古いアルバム見る。アルバムね。一体この写真にどんな秘密があるんだ。めくってってみよう。この4枚しかないな。この女の人たちよ。中心の赤いドレスの女性が目を引くな。あれ？なんか右側にいない？これ。ん？このネックレス、どこかで見たことがある。そうだ。パトリス夫人がいつも身につけているあのネックレスだ。この写真に写ってる女性はパトリス夫人だ。確かに写っている。ホテルのパーティーの写真にはパトリス夫人が、パトリス夫人にレッドスターのことをもう一度聞いてみるか。では部屋を出ようか。出まーす。下に降りよう。お？ん？おい。あ、あれ？なんでこっから出てきたんだ？この人3階の 人だよね。あちゃー。あちゃだと？いやー、そのちょっとまだ205号室のスペアキーを返さずに持っていたのか？そうだよ。シャルル、205号室で何をしていたんだ？それは何をおどおどしてる？俺は何かまずいことでも聞いてるか？もう一度205号室に入れ。そこで話を聞こう。何やってたんだ？これどう思う？お前か犯人。とりあえず話そう。シャルル、話せよ。何をコソコソしている？それは言いたくない。言いたくないじゃねえんだわ。だけどここは聞き流します。ああ、もうがっくりだよ。人に知られたくないことだからここでやってたのに、ハイドさんに見つかってしまうなんて。 T の犯人はお前かっていう。ポスターだと思ってたけどね。人に知られたくないことってなんだ。人に知られたくないことってなんだ。ここで原稿を書いてたこと。何の原稿だ。映画のシナリオだよ。シナリオコンテストに応募するための。映画のシナリオ？
この部屋でそんなものを書いていたのか。そんなものは自分の部屋で書け。そうだね。そんなものなんて言わないでよ。この部屋のタイプライターを使って書くことが本気の証明なんだから。どういうこと。締め切りまであと2日なんだ。ハイドさん、お願いだよ。それまで僕がこの部屋を無断で使っていること、パトリス夫人には黙っていて。ハイドさん、僕には最初で最後のチャンスなんだから。本気の証明ってどういう意味だ。本気の証明ってどういう意味だ。ビリーがこの部屋に残していたタイプライターでシナリオを書く人間は本気でプロを目指してるって表明したも同然なんだ。は？もっとわかるように話せ。ビリーがこの部屋に残していたタイプライター、あのタイプライターはすごい代物で、今はハリウッドで超一流になったシナリオライターが新人時代に使っていたものなんだ。そんなものが置いてあるのここに。あのタイプライターにはジンクスがあって、あれを使って書いた原稿は必ず入選するって言われてるんだ。それならタイプライターを自分の部屋に運んで書け。そうね。ダメなんだよ、入選するにはこの部屋で書かなきゃ。なんだその迷信、都市伝説。いいんだよ、僕は今迷信でもすがりたい気分なんだから。どうして最初で最後のチャンスなんだ。どうして最初で最後のチャンスなんだ。もしこのシナリオがものにならなかったら僕は大学を辞めてフランスに帰国しなくちゃいけないんだ。そうか、おじい様との約束なんだ。おじい様、お金持ちか。留学の期限は1年、それまでに成果が出なければ帰国しておじい様の会社の後継ぎになるんだ。なんか会社をやっている。おじい様の後継ぎか。ハイドさん、何がおかしいの。いや、このアパートに君みたいな坊ちゃんが住んでいたと分かって少し驚いただけだ。シャルル、君みたいな育ちのいい人間がこのアパートに住んだのは社会勉強のためか、それとも好奇心か。違うよハイドさん、僕はこのアパートが良くてここを探して住むことを決めたんだ。え、このアパートの秘密を題材にしてシナリオを書くつもりで。アパートの秘密？アパートの秘密ってなんだ？シャルル、アパートの秘密ってなんだ？ハイドさん、このアパートがホテルだった時、ここで事件が起きたこと知ってる？え？どんな事件が起きたんだ？殺人事件だよ。13年前にここがまたホテルだった時、殺人事件が起きているんだ。シャルルは誰から聞いたんだ？キャシー・マクベイの事件のことか。どうしてそんなことを知っているんだ？留学の前におじい様から聞いたんだ。おじい様物知り。おじい様は昔から
仕事の関係でロスを何度も訪れていて、ホテルケープウェストが閉館する日にここで殺人事件が起きたことを知っていた。おじいさまはそのホテルにも何度か泊まったことがあったらしい。事件に興味を持った僕はロスに留学することが決まったとき、そのホテルがどうなっているのか調べた。するとそのホテルはアパートになっていて、例の殺人事件はまだ未解決のままだった。それで君はその事件を題材にしてシナリオを書くためにこのアパートに住むことを決めたというわけか。そうだよ。そうか、シャルル。最初で最後のチャンスをものにするために君がこの部屋を使っていることは内緒にしておこう。ありがとう、ハイドさん。僕、きっと面白いシナリオ書き上げてみせるよ。シナリオのタイトルは過去を閉じ込めた部屋。閉鎖されたホテルの中で過去の事件が暴かれていくストーリーだ。過去の事件の犯人はホテルのフロントマンで、閉ざされたホテルの4階にその証拠を隠している。犯人は306号室のホワイトさんをモデルにして考えたんだあの人怪しくて犯人のイメージにぴったりだ。よかったね、ホワイトさん。いいのか、そんなことして。言わなきゃわかんないと思うけど。そうだ、ハイドさんも出しちゃうかな。もう一人犯人役を増やして。つまらんこと思いつくな。いいじゃない、だって僕知ってるよ。なんだ。ハイドさんが時々立ち入り禁止の4階に入り込んでること、まるで僕のシナリオに出てくる犯人みたいにこっそりと。え、気にしなくていいよ。4階に入り込んでるのはハイドさんだけじゃないから。まあ何人も入ってるけどね。僕も真夜中に何とか入り込んだことがある。何のために。実はね、シナリオを書き始める前に4階を取材したことがあるんだ。夜中4階に8ミリを設置してフィルムを回しっぱなしにしておいたんだ。そしたら面白いものが映っていて。面白いものってなんだ。そうだな、ハイドさんがどうして4階を調べていたのか教えてくれたら。見せてあげてもいいけど。わかった、どう話すんだ。じゃあその8ミリを見せてもらおう。若い子が8ミリと言ってなんだかわからないだろう問題。この子の部屋に行きます。こいつは305だね。入ります。ここがシャルルの部屋か。305号室。シャルル、君が4階で撮影したという8ミリフィルムを見せてほしい。いいけど約束だよ。ハイドさんがどうして4階を調べていたのか、その理由を聞かせて。君と一緒だ。
え、俺もこのアパートで昔起きた事件に興味があって、ホテル時代のまま残っている4階を調べてみた。アイドさんはここで事件が起きてたこといつから知っていたの？つい最近だ。立ち退きが決まった後、ひょんなことから昔ここで事件が起きていたことを知った。それであと数日でここを出ていくと思うと、なんだか無性に事件のことが気になり始めた。それで4階を調べてみた。そうなんだ。わかったよ、ハイドさん。でもあと一つだけ聞かせて。なんだ？ハイドさんはどうして昔の事件に興味を持ったの？僕が事件に興味を持ったのは、面白い映画のシナリオを書くためだけど、ハイドさんはどうして？事件には昔から興味があった。それで刑事にもなった。え？刑事だったことがあるの？ああ、4年前まで。きっと今もその時の刑事や根性が抜けていないんだろう。元刑事のセールスマン。アイドさんにそんな経歴があったなんて知らなかった。僕、アイドさんにすごく興味が出てきた。今度話を聞かせて。俺なんかに興味を持つな。面白い話なんて何もない。自分が刑事だったこと言う必要あったかな。ここで起きた未解決事件を調べた方がきっと面白い。シャルル、4階で撮影した8ミリフィルムを見せてくれ。ちょっと待ってて。確かここにしまったはず。ハイドさん、お待たせ。これがその8ミリフィルムだよ。俺はシャルルから8ミリフィルムを借りた。アイドさん、そのフィルム、何が映っているかわかる？これは8ミリフィルムには誰かの体の一部が映っていた。一体誰だ？腕に男物の時計をしているようだが。ね、誰か映ってるでしょ？でもそのフィルムだけじゃ誰かわからないんだ。その人が夜中に4階で何をしていたのか、すごく気になっているけど。そうだな。ここに映っているのは、体格や身につけているものからしておそらく男だ。そして4階には防火扉と非常ベルが設置されている。部外者は簡単には入れないはずだ。じゃあこのフィルムに映っているのはこのアパートの住人で男ってこと？多分な。そうか。そうだ、ハイドさん。このフィルムに映ってるのが誰なのか、今すぐここで確認できるいい方法があるよ。どんな方法だ？写真だよ。笑ってる。僕、シナリオの資料用にこのアパート内で写真を撮っていたんだ。その時アパートの人が偶然カメラに映ってしまって。その写真見せてくれ。
何枚か現像してるのもあるけど、確か1枚は現像に出してないからまだカメラの中にある。現像前なのか、それじゃ確認できないな。現像すればいいよ、ここで。できるのか？できるよ。現像液と道具は持ってるから浴室で現像できるんだけど、ただ今現像に使う赤いランプを切らしているんだ。ハイドさん、何か赤いランプの代わりになるもの持ってない？赤いものか。わかった、探してみる。というわけで赤いものを探しに。赤いものだと？自分の部屋に戻ります。赤いものちらっと見たよね。自分の部屋が遠い。202に入ります。レイチェルからさ、もらったほらあるじゃない。調べる。近づけはしないのか。ここ流し台の横にはレイチェルからもらったワインがある。これこれ、ワインをラッピングしていた半透明の赤いセロハンだ。ん？もしかしたらこれで。俺は赤いセロハンを手に入れた。これを持ってまたシャルルのとこに戻ろう。出ます。どこへ行きますか？305号室とか、コマンド選択だとすごいありがたかったんだけどね。3階に上がります。エレベーターはコマンドでいいと思ったよね。ちょっと作業するのが手間だけど。ドア、コンコン。鍵は開いてるよ。部屋の中からシャルルの声がした。じゃあ開けちゃおう。話します。ハイドさん、持ってきたもの見せてみて。ああ、じゃあ見せよう。持ち物、赤いセロハン見せる。これをランプにかぶせてたらいいと思うんだが。どうだ？うん、いいかもしれない。これなら光を通すし、綺麗に赤く光ると思う。じゃあこれを浴室のランプにかぶせてよ。わかった。浴室、じゃあ浴室に行こう。この人の浴室こっか。じゃあ調べます。失礼します。ここね、ここ。壁には半円形のライトがついている。これではない。こっち？バスタブの周りには緑色のシャワーカーテンがかけられている。あ、いいのか、ここでいいらしい。アイテム、赤いセロハン使う。ここ、俺は壁のライトを赤いセロハンで包んだ。赤い、よし、これでいい。シャルルに声をかけるか。準備できたみたいだね。赤くなってる。これで浴室を使って写真の現像ができるよ。シャルル、俺にやらせてくれ。いいけど、ハイドさん、
写真の現像の経験あるの？ない。そんなに威張って言わないで。まあいいや。じゃあ現像の手順を説明するね。浴室の中に焼き付けた印画紙があるから、液の入ったトレーに入れて画像が浮き上がってくるまで揺らしてみて。画像がきれいに浮き上がった時にトレイから印画紙を出してね。トイレでトレイね。印画紙を液に入れている時間は長すぎても短すぎてもダメだから、トレイから印画紙を出すタイミングにはくれぐれも気をつけてね。わかった。やるのか。作業台の上には写真現像に使う道具が並べられている。これが印画紙か。すごい、スティーブじゃないやカイルが真っ赤っかになってる。なんで今スティーブって言ったんだろう。スティーブのこと好きなのかな私。振るって言ってたよね。どのぐらい振れば。もういい？あ、真っ暗になっちゃったよ。これはダメなんじゃない？あ、いいのかな？あ、これは失敗だ。あ、怒られる。どうしたの？ハイドさん、開けるよ。取り出し方がわからなかった。うまく現像できた？いや、ところがさ、それが紙を取り出すタイミングを間違えたみたいで、何が写ってるのかわからない。そんな、怒ってる？あれほど駅に入れる時間には気をつけてって言ったのに。すまん。印画紙、それが最後の一枚なんだ。そんなの聞いてないけど。これじゃあもう写真の現像はできないよ。え？ハイドさん、悪いけど写真を見るのは諦めて。そんな、なんてことだ。赤から白に。シャルルの言うことをちゃんと聞いておけばよかった。印画紙を液に入れる時間は長すぎても短すぎてもダメだから、トレイから印画紙を出すタイミングにはくれぐれも気をつけてね。ああは注意が足りなかった。参ったな。久しぶりにゲームオーバーだな。あちゃーってことで、じゃあリトライします。